今日から新しい声優の子が2人入るらしいんだけど、どんな子だろうな。こんにちは。こんにちは。かまど炭治郎の声優やってます、ダイト。ネズコの声優やってます、ケイタです。よろしくお願いします。嘘つくな。一流の声優を目指す2人の青年がいました。マナル声優専門学校を成績2トップで卒業したエリート声優2人に密着します。じゃあまずは海外の映画の吹き替えからやってもらおうかな。できる？はい、大丈夫です。じゃあ最初は主人公が警察官から逃げているシーン。君主人公で、君警察官。はい。じゃあ早速やっていくよ。はい。よーい、アクション。待てー待てー、おいこら待てー。あれ、どこ行ったんだ。あっちか。待てー。はぁ、あ、はぁ、あ、くそ、なんだって俺たちのアジトがバレたんだ。絶対内通者がいたに違いない。畜生。あ、いた。まずい、逃げるぞ。待てー。カーッと。君たち声優だよね。はい。声とシーンが全然合ってないよ。いや、海外の吹き替えは初めてなもんで。それにしてもひどすぎるよ。次はちゃんとやってね。はい。じゃあ次は主人公が麻薬の取引をしているところをアドリブでお願いします。はい。アクション。こっちだ。例のブツだ。長物なんだろうな。当たり前だ。朝4時に起きて作った手作りチョコレートだぞ。味はビターかミルクか。ミルクだ。カットカット。何の話してんの。いや、この間バレンタインだったんで自分なりに考えてアドリブやってみました。勝手にチョコにしないで、麻薬の取引してんだから。はい。じゃあ次は主人公と恋人が久しぶりに会うシーンね。いくよ。はい。アクション。サラ。マイケル。カットカット、女性の声低すぎでしょ。いや、僕ちょっと女性の声やったことなくて。人気俳優とかが声優に挑戦して映画台無しにしちゃってるレベルの出来の悪さだからね。すいません。頼むよ。はい、じゃあ次は感動のキスシーンね。いくよ。はい。アクション。うまし。ちょっと待てー。久しぶりに会った感動のシーンでうましなわけねえだろうが。もういい、お前らセンスない。クビ。いや、ちょっと待ってくださいよ。最後にもう一度だけチャンスをください。お願いします。お願いします。じゃあ最後のチャンスな。はい、じゃあ最後、主人公が悪者を倒してかっこよく終わるシーン、アクション。やっと追い詰めたぞ。やるならやれよ。最後に言い残したことは。くたばりやがれ、このクソったれ。うんこティンティン。カット。どうでしたか。そういうのを待ってたんだよ。素晴らしい。どこがやねん。楽しい歌、悲しい歌。次はちゃんとやってね。はい。割れちゃったっしょ、ここ。すいません。ちょっと先生みたいな定規バーンやってさ、折れちゃったって言った。サンバー